久保さん。堀江さんのくだり面白かったですね。影響力があるから気をつけなさい。影響力を出してるのは誰なのかっていうね。お前らだろっていう。お前らが影響を受けてんだろっていうね。影響力を出してるのは、影響されてる人がいるからですよね。で、それもその人も堀江さんに影響されてるかそう言ってるんですよね。これ、とんちですね。面白かったな。で、今回は、受け入れるんですね。 この前ですね、久保さん、あのー、熟成さんの人と音声対談を取って、で、その、なんだ、いろいろやった結果、気づいたことがあると。まあ、そのか、その子もね、俊英君っていう子なんですけど、24歳で自由なんですよ。誰にも拘束されず、自由にやってるんですけど、<laughs> パソコン一台で。で、その子が、まあ、いろいろ、まあうん、最初はあれだったけど、いろいろ勉強して、いろいろ気づいたことがあって、それが何かっていうと、 認めるですなんですよ、まあ、何かっていうと、や、成功している人はやっていることを認める。<laughs> でもここ認められなかったらしいんですよね、最初は。でも、あ、なんだ、結局やってんだな、みたいな。<laughs> 僕とか久保さんは、僕なんかもそうですけど、露骨にもうやってるところを見せてるんで、結構プレミアだと思うんですよ。結構動画本数多いんで、結構見ればわかりますよね、本数を。異常なんで、他の YouTuber に比べると、本数に関しては。 だから、やってるところ見せてますけど、あの、成功してる人って、その、影でやってるんで、人が見てないところでめっちゃやってるんですよ。だから、わかんないですね。うん。だけど、まあ、あの、なんだかんだ言って結局、成功してる人はやってるんだなっていうことを認めて、で、認めたからこそ、じゃあ、やるしかないなっていうところになって、まあ、結局やって、今、自由を手にしてます。で、久保さんも言ってましたけど、あの、僕もね、バカだし、アホだし、 能力ないし、喋るの下手だし、うーん、まあ、この再生数だし、えー、顧客数少ないし、なんだバカでキモいし、アホだし、偏差値ないし、まあ、動画見てる人よりバカっていう自覚があるし、いつもね。うん、だからそれを認めてるんでできるんですよ。<laughs> てか、認めてるからやるしかないですよね。 だって人より劣ってることを認めてるんです、僕は。だからやるんですよ。シンプルなんですね。人より劣ってるからただやる。人よりやる。これもう、普通ですよね。人より俺は劣っている。だからやる。人よりやる。終了なんですよ。<laughs> 終了ですね。ただ、人よりやった結果どうなったかっていうと、人と違う人生を送ってます、今。自由にやってます。この再生数で、 あの売上去年は2800、2700万ぐらいか。一昨年は、えー、2800?2800 28でお、去年が2500だったかな。まあ2000万以上上げてます。この再生数で。まあ今年どれぐらいいくかわかんないですけどね。今年ちょっもしかしたらちょっと伸びるかもしれないですね。てか3000万ぐらいちょっと今年は、去年下がっちゃったんですよね。だから一昨年2000、 800ぐらいで、あと200で3000万だったんで、あのー、3000行きたいなって去年は思ってたんですけど、行けなくて。だから今年はちょっと3000行きたいですねさ。年末頑張りますけど、年末がどれだけ売れるかによって行くか行かないか決まりますね。うん。まあちょっと頑張ります。もう死ぬ気で。うんう。まあド,ドリアか40万値上げするんで、もう、もうこ、ここ外ばかりも、鬼やりますけどね。 だから、ドリアカが今、80万なんで、まあ、これ、まあ、10本くらい売れればもう800万ですから、多分そしたらもう行きますね、3000万は。うん。まあ、そんな感じで、まあ、なんだろうな。うん、やってますけど、なんでです、でき、できんのかっていうと、単純にやってるからです。<laughs> 人より。多分人よりやってますね。で、一人やれる理由は認めてるからです。常に認めてますね。 だから謙虚っていう言葉あるじゃないですか。謙虚のもっと下ですね。もうできないことを認めるっていう。謙虚であれって松下幸之助さん言うんですけど、いや謙虚の下ですね。ははみたいな。おっしゃるとりです。僕はできません、みたいな。<laughs> できないからやるんです、みたいな。<laughs> そう。だそれ結構僕ね、多分ね、認めるって、多分ね、人生において、結構強力な武器なんじゃないかなと思うんですよね。 でもね、この認め方も、認めてどう感じるかなんですよ。これもね、久保さん、ポイントですよね。俺はできないんだって認めるじゃないですか。で、ここに対して、あ、俺はできないんだ。うん、できないからいいや、みたいなね。わかります。いや、どうせできないし、まあ、認めてるし、できないし、だからいいんだよ、みたいなね。だからできないからできない、認めてるしできないんだよ、みたいなね。だからそれだとダメですよね。それだと全く進まないので、できないから、うん、やる。人より劣ってるからやる。 うん、だからそれはじほ、他の人と違う人生を送りたいんだったら、やるしかないので <laughs>、うん。でもなんか他の人と違う人生も送りたいのに、うん、やらない。<laughs> それどういうことなんですかっていう。よくわかん、ぶっちゃけ言うとよくわかんないですね。まあもう、もう,もう僕の思考ベースから考えると。 ただまあお客さんの悩み聞いてまあそれを改善するためにいろんな発信はしてるんですけどまあはっきり言ってわかんないです。もはや。何言ってんのかなみたいな。やれよって <laughs> 変えたいんだったらやるしかなくねみたいな話で,で。久保さんありますなんか人生変えたいのに何も行動しないでどうやって人生変えるのっていう、まあ、普通の話じゃないですか。だけどこれ普通が、普通してないので。 人より劣ってる人よりできないんだったら人よりの何倍もやるしかないじゃないですか、うん。なんかまあ当たり前のことなんですけど当たり前のことがなんかなんでみんなでき何なん,なんですかね。うん、だからその当たり前のことができないから悩んでるんですよっていうのも一理あるんですけどだけど、まあ、そ,うそういうのも飛び越して結論やるしかこた道はないと。<laughs> やるしか道はない。 歩かなければ道は開けない。歩かなければ100メートルも進まないという <laughs>。立ち止まってたら進まないよと、ゴール行けないよっていう。うん、話ですね。はい。ということで、行ってらっしゃい。